ケンちゃんが好き。いつまでも続くと信じていた時間。カホリに見とれすぎ。へー、そんなに好きなんだ。よせったら。僕らはいつも隣を並んで歩いていた。夏樹は好きな人いないの？関君は？あいつと私はね。お隣さん。バレバレだっつうの。元気出しなよ。無理。無理でも。だってお前に俺の気持ち分かるわけないじゃん。ずっと一緒だと思っていた。あの日学園に彼がやってくるまでは。鈴浦夏樹さん、あなたは10日間の出席停止になります。京極がお前に何かした？母さんはどんな人でしたか？わかるもん。大好きで苦しい気持ち。だからケンちゃんの気持ち私にはわからないなんて言わないで。時が過ぎて僕らは奇跡の意味を知る。狙われた学園。